2021明治安田生命 J1 リーグは第1節いよいよ開幕節です。この時間は浦和レッズ対 FC 東京の一戦をお楽しみいただきます。そして今シーズンから VAR というところが、シーズン通じて採用されるということになります。得点 PK、 また一発レッドの退場、そして警告退場の人間違い、こういった事象においてはっきりとした明白な間違いの場合、また見逃された重大な事象に関しても VAR というところになります。まずはホーム浦和レッズ開幕のスターティングメンバーです。ゴールキーパー西川、ディフェンスライン右に宇賀神です。センターバック岩波と牧野、左が山中です。ダブルボランチは阿部勇樹と伊藤敦樹、そして右に秋元、トップ下小泉、左ゆるき、前線には杉本という、こういったメンバーになります。一方の FC 東京です。ゴールキーパー畑野、ディフェンスラインは右に中村穂高、センターバックが渡辺剛と森重、左が小川です。中盤アンカーにアルトゥール・シルバ、その前に東、阿部、右に新加入の渡辺龍馬、左がレアンドロ、前線トップディエゴ・オリベイラ、こういったメンバーになります。ここは小泉に入った、小泉前を向いて裏へのボール、これは抑えるリレーかどうか、杉本行ってシュートは来た、ゴールからフラッグ上がらない、オフサイドありません、ゴールインです。浦和レッズ先制、いきなり杉本来ました。VAR でチェックは今入っています。オフサイドだ、先制かと思いましたけれども、 VAR こちらでオフサイドノーゴールという判定になりました。小泉、本当にゆるきが入っている。そして伊藤打っていた、ディフレクション、伊藤敦樹のシュート、ここはコーナーキックになります。いいですよね、前空きましたし、思い切って打っていいと思いますね。ゆるから裏へ、入ってきた、秋元が飛び込んできました。怖がらずに行きましたね。コーナーキック、小泉が蹴ります。小泉からニアーですらして中こぼれて押し込めない、牧野押し込みません、まだ押し込んだ、最後阿部勇樹、一度は阻まれましたが最後押し込みました。キャプテン39歳阿部勇樹、先制浦和レッズです。でもこういう場面で決めるということがまずすごいですね。ニアサイド再三コーナーでは狙ってたとは思いますし、巻いてくるボール、インスイングアウトスイングの違いはありますけども、ここでのこぼれ球粘りと、そのポジションにいたということですかね。畑野も必死、東も必死なんですけどね、そのボールが阿部のところにこぼれてくるという。でも劇的なゴールだと思いますね、これは。岩波からのボール、ゆるきへ、ゆるきワンタッチで、これ杉本のワンツー、ゆるき入っていく、ゆるきまだ持っていく、東、危なく入っている、そちらを使う、ちょっと流れていきましたが、これでクロス入る、ニアで杉本、ナイスキーパー、しかしこぼれている、クリア、山中からいい展開でした、でしたね、そしてナイスセーブでした畑野です。柴戸がどうやら投入されるようです。さあコーナーキックから、おっとどうかな、キーパー出て行ってというところ、されませんでしたけども、枠の右でした。
田のキック巻いていく、面白い、来た、打ちました。森重がニアで合わせました。いいボールでしたね。はい、素晴らしいボールですね。これもインスイングですね。まあ、ちょうど落下地点も非常に良いですし、まあ、あとは森重のこう得点感覚、まあ、嗅覚みたいなものもすごく現れていたゴールですね。中村穂高ボールを奪って永井からのクロス、面白いボール、うん、牧野の対応。あ、そしてここで試合終了の笛です。開幕節浦和レッズ対 FC 東京は1対1、勝ち点1を分け合いました。